鹿町の道の駅都議海街道の駐車場にオープンした仮設商店街。プレハブの建物の内部は木目調となっていて、スーパーや洋食店など能登半島地震で被災した町内5つの店舗が入っています。このうちたこ焼きを販売する飲食店にはお客が次々と訪れ、活気にあふれていました。食べられるようなこういう仮設のとこができて、非常にこう、まあ、いいかなと思います。どんどん応援したいなと思う。今は嬉しい限りです。頑張らなきゃなと思いますね。仮設商店街の周辺ではこの後、夜空に舞うスカイランタンや花火の打ち上げイベントが行われるということです。県内では輪島市や穴水町でも今後仮設商店街が完成する予定です。今日、輪島市マリンタウンの特設会場で開かれた輪島朝市カムバックイベント。能登半島地震以降は屋内や市外で出張朝市を続けてきましたが、初めて地元での屋外開催となりました。会場にはおなじみのオレンジ色のテントが34軒並び、訪れた人たちは地物の野菜などを購入したり、久しぶりの再会を喜んでいました。いや最高、やっぱり輪島っていう感じ、嬉しい。本当に朝一番から毎年来てくれるお客さんが来てくれたわ。朝市はいいわ、いいわ。みんな知ってる顔ばっかりやからね、嬉しいです。だってここ来れば朝市の人たちに会えるし。朝市組合では今後も定期的にこうしたイベントを開催していきたいとしています。今日の県内は高気圧に覆われ、最高気温は加賀中津原で 34.6 度と猛暑日に迫る暑さとなったほか、金沢で 33.6 度などすべての観測地点で30度を超えました。こうした中、3連休初日を迎えた兼六園は観光客らが日傘を差すなど暑さ対策をしながら散策を楽しんでいました。ちょうど行こうかなと思ったり暑かったですね。でも雨じゃなかったからまだ良かったかなと思ってます。明日の県内は大気の状態が不安定となり、雷を伴うところがある見込みです。雨の強まりや落雷にご注意ください。事故があったのは金沢市観光寺町の山川環状道路下り線で、午前8時半ごろ道路から車が落ちたと消防に通報がありました。警察と消防によりますと、金沢方面から津幡方面へ直進していた車が運転操作を誤り、反対車線の路肩から 4,5 メートル下に転落しました。この事故で車を運転していた40代の男性が軽い怪我をして病院に搬送されました。現場は片側1車線の見通しのいい直線道路で、警察では運転手の男性から話を聞くなどして詳しい事故の状況などを調べています。